に構えてる場合ではありません。相手の状況は切迫しているのですぞ。ルーアーの勢いはますます強大になっています。いかにこのタリスが辺境の地とはいえ、災いが及ばぬとは保証できませぬ。分かっておる。その上、東の砦にいるアリティアの者たちはタリスの立場を悪く。そのことに関しては何回ももう議論したはずじゃ。元はといえばアリティアがしっかりしていないからこうなったのです。あれ、うん、あ、マルス様、夕食はシーダが腕によりをかけて作りますからね。ごめんシーダ、もう帰らなくちゃ。あ、マルス様、もう。戦況はどうなってるんだろう。はっ、アリティア騎士団主力隊は正面よりグルニアと交戦中です。そろそろ同盟国のグラが左翼より展開する頃ですが、勝てるかな、アリティアは。心配は無用です。暗黒竜を打ち倒した真剣ファルシオンを持つコーネリアス王と騎士団の精鋭たちです。勝てますよ。攻撃を仕掛けてまいりました。何、それはまことか。はあ、突然のことで隊を立て直すこともできず申し訳ありません。このエッジオルメ、我を裏切りおったな。しっかりせんか、コーネリアス王。我が軍の大部分が失われました。ここはひとまず撤退を。ジェイガン、マルスを頼む。コーネリアス様、父上の頃からお前には世話をかけっぱなしだったな。案ずるな、勝ってみせる。アカネイアの盾となるのがアリティアならな。はあ、魔法を使うと、貴様カダインのものか。いかにも、私はカダイン最高司祭ガーネフ。暗黒竜と結託した男か。ならばこのファルシオンに斬られるにふさわしい。今ドルーアに従えば残った者の命は保証しよう。一生奴隷としてじゃがな。貴様の申し出に乗るような者はアリティアにおらん。ほほう、死ぬ気だ。うぬらが命もっと大切にすればよいもの。くぅ、気をお沈めください。マルス様、現在タリス王の計らいによりオグマ殿がガルダの港にてアリティアの残存兵の捜索と情報収集に当たっております。お気持ちはわかりますが、一時の感情に流されては正確な判断はできませんぞ。今すぐ兵を挙げるべきです。オレルアンに身を寄せたニーナ王女がドルーアの圧政から立ち上がると檄を飛ばされてすでに数ヶ月。しかし王女の声に応じる者はなく、オレルアン軍は日に日に衰退しています。オレルアンが落ちる前に出陣しましょう。今が我々にとって最後のチャンスかもしれないのです。そうですよ、
僕たちもニーナ様と合流して一刻も早くアリティアの解放を。たとえ運よく合流できたとしても、相手はドルーアをはじめマケドニア、グルニアの精鋭なのだぞ。あまりにも戦力が違いすぎる。だからっていつまでもここにグズグズしてるわけにもいかないでしょう。戻ってみたらアリティアがないなんて、俺はごめんですよ。ドルーアに勝つ自信はあるのか。全員死んだら誰がアリティアを取り戻すのだ。でもアリティアに残った人々は今頃失礼します。なんだ。タリスが燃えています。まさかドルーアが攻めてきたんじゃ。マルス様、海賊が、ガルダの海賊が突然襲ってきたの。私どうしたらいいのかわからなくて。しっかりしてシーダ。最近姿を見かけねえと思ったらこの気を伺っていたのか。お願いマルス様、お父様を、タリスを助けて。行こう。マルス様、今戦えば我々がタリスにいることがドルーアに知られますぞ。ジェイガー、タリスから受けた恩は返さねばならない。それにもう後悔はしたくないんだ。それしか我々には道が残されてないようですな、ジェイガー。何をぼさっとしとる。さっきまでの勢いはどうしたんだ。全員出撃準備。Oh!